君たちは？こんにちは。私は王城堂の道主フタオ。王城堂の人がなんで僕のところに？いいえ、大した理由じゃありません。最近体の調子や具合が悪いなんてことはないですか？もし具合が悪かったらそれは一大事、病の予兆かもしれません。人は健康でいるときほど命がどれだけ脆いものなのか想像がつかないんですよ。だから予兆があったとしてもあまり重要視しません。何を言ってるのかさっぱりだよ。僕は健康だし幸せだ、何も不自由はない。もういいだろ、帰ってくれ。あれ、どうして怒ってるんだろう。私はただ健康の重要性を話しただけなのに。でも王城堂の道主がそれを解くのはちょっとおかしいだろう。君たちは誰だい？今忙しいから手短に話してくれ。こんにちは。王城堂に何か依頼はありませんか？王城堂？別に必要ないかな。まさか押し売りに来たのかい？随分と考えなしなやり方だね。そうです。一つ一つのサービスを一人一人の元までっていうのが今の流行りだと思ってましたが。いや、サービスが特殊な場合あまり良くないんじゃないか。まあとりあえず他を当たってくれ。また失敗か。はあ、まあいっか。これで成功したことあるのか。あなた、王城堂の同志よね。悪いけど他を当たってくれる？まあまあ、少し話を聞いてください。最近新しい割引サービスを開始したんです。ほら、古いものを捨てないと新しいものは使えないって言うじゃありませんか。終わりというのは新しい旅の始まりでもあって。これ以上しつこいと戦艦軍を呼ぶわよ。わかりました、わかりました。落ち着いてください。でも王城堂はいつでもあなたをウェルカムですから。まだ諦めないのかよ。あれ、私を慰めてくれてる？ありがとう。やっぱりあなたたちが一番私のことを理解してくれてるのね。いや、ただこれ以上付き合いたくないだけなんだけど。業務開拓？ん？業務開拓？もしかして私が業務開拓のために回ってたと思ってる？違うのか？じゃあ単に迷惑をかけて回ってただけか？違う違う、業務開拓は冒険者協会との商談でもう終わってるの。ここに来たのはムーのための人探し。さっき言ったアロー兄貴覚えてる？実はね、マーが探してるロー兄貴はこの世をさまよう人の魂なの。さっき会った3人はロー兄貴が取り付くかもしれない標的でも、会った感じ霊の気配は感じられなかった。だから適当に話をして早々に切り上げたってわけ。なんでもっと早く言ってくれなかったんだよ。おいらはてっきりお前が、その、
健康かそうじゃないかを見ただけで判断できる超能力者かと思ったぞ。ん？そんな能力は私には必要ないって、医者じゃあるまいし。まさか王城堂が病気で苦しむ人をわざわざ助けるとでも思ってたの？遠回しにひどいこと言ってるぞ。まあ遠回しに言ってる気なんてお前にはさらさらないんだろうけど。まあまあ、とりあえず王城堂に戻ってから詳しい話をしてあげる。ロー兄貴のことはもうと深く関係してくるからね。残念だけど、ロー兄貴は見つからなかった。そうですか、困りましたね。探せるところはもう探したはずなのに。ロー兄貴って一体誰なんだ？そうだな、一から説明しよう。俺の実家は無謀の丘の近くにあってな、小さい頃から仲の良い幼馴染が数人いたんだ。その中の一人がロー兄貴。特に俺と仲が良くていつも遊んでいたけど、ある日突然不慮の事故で亡くなったんだよ。そのことがずっと忘れられなくてな、今も時々俺は無謀の丘に足を運ぶんだ。だがこの前、無謀の丘から戻ってくると体に違和感を感じたんだ。そして毎晩夢の中にロー兄貴が現れるようになった。それで思ったんだ、もしかしたら本当にロー兄貴が何かをしているんじゃないかって。ただの予想だし証拠はないが、どうにも落ち着かない。考えれば考えるほど不安が募る。幼なじみの友達がもし悪鬼にでもなっていたら、そんなのどう受け止めればいいんだ？彼はそれが原因で王城堂に入ったの。だからこのことに関しては給料も受け取ってない。でも王の心配が的中する可能性はあるの。だって鬼の霊が現世をさまようことは時々あるからね。でも悪鬼は言い過ぎかな、私ですら滅多に悪鬼なんて見ないもの。けどロー兄貴の危険性を否定する材料にはなりません。あいつが誰かを傷つける姿を俺は見たくないんです。まあこんな感じ。ロー兄貴が見つかるまでもうは仕事に身が入らないの。さっき私たちが訪ねたあの人たちもその数人いるモーの幼馴染でね、ロー兄貴がその中に潜んでるんじゃないかって睨んでたんだけど、ハズレだったみたい。無謀の丘を探し、あいつらのところも探した。これで手がかりが全て途絶えた。ごめんください、王城堂の方ですか？僕は落星と言います。最近具合が悪くて何かにまとわりつかれてる気がするんです。先日友達と無謀の丘で肝試しを行ったんですが、帰った後に倒れてしまって、それから毎晩悪夢を見るように。医者に診てもらいましたが原因は何も分からずじまいでして、僕きっと呪われたんです、魔人に。ああ、そうですね、当たり、魔人に呪われてます。それもやばいくらいに。あなたも知ってますよね、魔人戦争で死んだ伝説の魔人がこの世に苦痛をもたらす呪いをかけたっていう。この呪いを解かないと小僧ロップが弾け飛んで凄惨な死を遂げるとかなんとか。伝説にあった呪いの症状と今の僕は同じなんです。無謀の丘、呪い、いやこれは呪いじゃなく多分ロー兄貴が。はあ、待った待った、二人とも静かに、勝手に喋らないで。
お前にだけは言われたくない。お浄土はこういった鬼とか魔人のことに詳しいんですよね。助けてください。私にたくありません。いいですよ、問題ありません。私に任せてください。でも呪いを解くにはそれに適した場が必要です。準備しないといけません。新入り、あなたの手が必要だから私と一緒に来て。俺も一緒に。あなたはまず彼に噴光駆除を行ってあげて。前に教えたはずだよ。準備ができたら私のとこに来て。これが終わったらまたロウ兄貴のことについて話そう。わかりました。じゃあ私たちは行きましょう。なあ、こそこそして何をする気なんだ？何もしないよ。ただここで待ってるだけ。はあ？まさか魔人の呪いとか本当に信じてるの？あんなものとっくになくなってるよ。あの二人を見たでしょ？一人は自分が呪いにかけられたと、もう一人は自分の友達が悪鬼になったと思い込んでる。それで二人とも人の話を聞き入れられない状態になってる。はあ、だから言ったの。一般人は何も知るべきじゃないって。こういうことで冷静さを失う人をたくさん見てきた。あの人たちを落ち着かせるためにはあの人たちが思い込んでいるものを見せてあげるしかない。鬼を信じてる人の目の前で鬼を退治する。子供をあやすのと同じ感じか。どうしていきなりそんなことを聞くんだ。それよりなんでみんなに本当のことを言わないんだ。そっちの方が気になるぞ。そんなの、真実を告げても事態が良くなる保証がないからに決まってるでしょ。教会に近づいた人を離れさせる。心理的な問題は心理的な手法で対処するのが一番。それもそうだな。じゃあ呪いのことはどう言うんだ？夜叉の歴史って聞いたことある？その昔、彼らは魔人と激しく戦った。魔人は敗れたけど怨嗟はずっと残り続けた。その怨嗟が疫病となり人々を蝕んだ。人々はそれを魔人が下した呪いだと信じて疑わなかったの。たくさんの命が疫病によって奪われ、死んだ体を媒介に疫病はどんどん拡散していった。後になって人々はやっと疫病の拡散を阻止する方法を見つけたの。空気を浄化し、死骸を焼く。そして初めてそれを行ったのがこの往生堂の創始者なの。そうだったのか。うん。それから何年か経ち、疫病は完全に消滅した。同じような出来事を往生堂は何回も処理してきた。そのおかげでリエユへの生と死の均衡を保ってきたの。簡単に言えば、私たちは森人。人々を見守り、人じゃないものも見守る。へへ。だから呪いは全部気のせいなの。もちろん昔本当にあったことも一般人には絶対言わないけど。少しここで待ちましょう。
後でこの地脈沈石を使って一芝居打つから。やっと来ましたか。ちょうど今準備が終わったところですよ。見てください、これが邪を払う特殊な装置。あなたの体から呪いを吸い出し具現化します。危険は及ばないから安心してください。この旅人さんは百戦錬磨の実力の持ち主だから。あ、そうだった、言うの忘れてたまあ大丈夫でしょ。これで本当に解決するんですか。同志を信じろ。あの人は性格こそ変わってるが、やるときはしっかりやる。ちょっと、変わってるなんて単語で私を語らないでよ。少なくとも天真爛漫で無邪気って言って。とりあえず早速始めましょう。心理装置を起動して。本当に呪いを具現化した。行け。頑張るよ。お願いします、頑張ってください。ネクロマス陣営のごとく。ふっ、音が聞こえる。はっ、気がしませんか。します、これ以上にないすっきりした気持ちです。すごくすがすがしい。ありがとうございました。それからそこの旅人さんも、あなたたちが助けてくれなければ私は呪いで死んでいたでしょう。じゃあ今ならもう行っていいですね。てってて、騙されました。え、なんですか。一般人にはわからないでしょうけど、これはただの地脈沈石で魔物を引き寄せるものなんです。あの魔物たちも呪いの具現化じゃなくて本物の魔物です。あれれ、おかしいですね。何もしてないのに具合が良くなるだなんて、なんででしょうね。まさか実は呪いにかけられてないってこと。ではどうして病気に。風邪をひいたか、食あたりか、はたまた心理的なものか。私的には最後のやつがよくある原因だと思いますよ。まさかそんなことが。こんな原因思いもしませんでした。とにかくありがとうございました。礼には及びませんよ。これからはそんなに疑心暗鬼にならないように。私も毎回こんな方法できませんから。人生とは短きもの、生きているうちに生を謳歌してください。その一言は少しモヤモヤしますが、では僕はこれで。ご迷惑をおかけしました。どうやらロー兄貴が原因じゃなかったんですね。少しホッとしました。しかしロー兄貴の行方がわからない以上、事態は変わっていません。一段落しましたし、引き続きロー兄貴を探しに行きませんか。その必要はないと思うよ。だってもう本人が来てるから。ロー兄貴。あのごめんなさい、お邪魔だったかな。あれがロー兄貴、なんで子供なんだ。幽霊だもの、当時の姿のままなのは当然だよ。
ロアに切って名前とのギャップが大きすぎるんだけど。往生堂に連れて行こう。やるべきことがたくさん待ってる。